でも祭りは昔のデビュー当時とかの祭りも好きだけどね。ピュアだなって思う。なんか輝いてた。若いな、ピュアだな。夢と希望を持って輝いてるな。今はピュアじゃないの？どうなんだろう。ちょ、祭り眠いからさ、多分頭が変なこと言ってたらごめんね。ごめんなんだけどさ、人生は諦めも肝心ということを学んだ。祭り全てのことを諦めたくなかったし、なんか全部のことを 100% 完璧に自分が思い描いた通りにならないと落ち込んでたの。けどまあ、なんか世の中そんなに甘くねえと。それなりに諦めて、悟りを開いた。そう、人はいずれ死ぬって思いながらね、なんか生き始めたらわりかし大人になってしまったよ。そうそう、大人になったな。でもまち、大人になりたくないんだよな。いつまでも甘やかされ赤ちゃんのように育っていきたいぜと思っている。ママのミルク飲んでいきたい。壁にぶつかりすぎたんかな。あー、どうなんだろうね。壁にはぶつかったのかな、わかんないや。あんまり覚えてない。うん、大人になりたくないのめっちゃわかる。大変そうだよね、大人って。確定申告とか、まあ、確定申告は普通にしないといけないんですけど、税金とか、生きてるだけでお金がかかる。いろいろやらないといけないこともあるだろうし、大人は大変。責任とか、てか大人とかもそうだけど、学校行ったり働いたりするのってすごいことだなって日々思うね。マジで尊敬する。いや本当に、祭りは割と甘えて生きてきたからさ、だいぶ、まあ甘えて生きてなかったらこうはなっとらんかもしれんけど、わりかし逃げて生きてきたタイプだから、逃げずにコツコツこういろいろやれる人ってかっけえなって思う。特にこう社会に出る人、人の下で働くってなるわけやん、まず絶対スタートは。それもすごいなって思う。祭りたちってさ、ちょっと特殊でさ、こうタレントとマネージャーっていう関係だから、まあ対等なわけじゃん。だからね、ちょっと違うんだけど、その絶対自分が悪くない時もあるやん、きっと働いてる中でね。まあ学校とかもそうかもしんないけど、それでも謝らないといけない時ってあるじゃん、理不尽に。それができるのってすげえなって。マスだったら言っちゃうかもしんないし、すげえなーって思ってるよ。だからね、学校行ってる人とか働いてる人とか、まあ今お休みしてる人もいるかもしんないけど、すごいと思う。本当にかっこいい。働いてる人でかっこよくない人なんていない。